というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。なんかもうずっとさ、うん、タクト会でさ、僕のウォークの話から始まったじゃん、はい、今冒頭は全部。でもやっぱ今テレビ見ててさ、なんかやっぱ人の才能って見ちゃうとさ、はい、ツバネムのこと思い出しちゃってさ、急にウォークから鍵離れました。あの、油断しちゃいけないよ。あの、今週ずっと穏やかな冒頭でと思ったと思うんだけど、はい、どうですか翼くん、この1週間汗水垂らしたの。あれ多分よほど書いたと思いますよ。ん、塩っ気がしてましたけど、唇から稼げたのかな、これ。まあもうぼちぼちでんな、うん、で、唐揚げ落としたの。あ、そうな、それちょっと言っときなさい、これもう言っちゃったじゃんってことなんですけど、うん、どうしたの、せっかくなけなしの金で、まあ、今日はちょっと唐揚げ食いてえなと思って唐揚げ買ったら、その唐揚げ落っことしちゃったっていう、もう笑いみたいなお話ね。もう何も僕喋ることないんですけど、うん、で、それ夫婦して食べたのかな。うん、あの、投げましたどんな気持ちだったのこれ、あっって感じだ。もうなんでしょうね、あの、もうもはや怒りとか悲しみの上行って、うん、むっ。だから結局あれでしょ、あの、セルフレジを使って会計して、うん、全部言うじゃん、はいはいはい。あの、ビニールはもらわなかったの。なんだ、3円なんて払ってらんねえから。そこがいけない。いやこれが原因でしょ。うん、まあもし袋があれば、あの、未然に防げた事故ではありました。うん、だから翌日はしっかり。大体だって全部で何個買ったのこれ、ものは。何がですか。担々麺、汁なし担々麺と、うん、CC レモンと、うん、唐揚げ、うん、まあ計3点。もう3買ってね、ビニール入れないやつは大体貸すよ。いやいやいや、たまにいるけど。昨日僕あれ見ましたよ。うん、ご飯ですよ。レンジでご飯5パック手で持って歩いてる子いましたけど、ね、めちゃめちゃバランス力いいじゃないですか。あれビニールでしょう、ね、いやいやいや、もう乗るんだから。何なの、縦に詰めるんだから。そしたら両手塞がるぐらい持って帰ってくる。全然いけるじゃん、こういう状態だから。これぐらいコンビニで買っても手で持って帰ってくる。こうやってよいしょよいしょよいしょで、ちょっとあの、あ、今から鍵開けなきゃいけないなって。ここもうなんか貧乏っつってるようなもんだよね。落ちなかったなねえ、ほんとに思っちゃう。3つ4つ手に持って帰るやつはもうね、あ、ビー金ないんだなっていうふうに思っちゃうわけですよ。まあ、所詮3円ですからね。まあでもね、ウーバーの帰りだしね、それは当たり前っちゃ当たり前か。そのバッグに乗せようと思ったんですけど、うん、たかが30メートルの距離で不運な事故が。唐揚げを食べたいと思って買ったわけでしょ。はい、そうですよ。落としちゃったわけでしょ。買い直すでしょ。買い直しました。買い直したの。次の日ね、次の日ね。なんでその日に買い直さないの。もうだってもう、てか恥ずかしいんだよ、うん、レジを打って割って、パン落としてパーン分かれて、うん、唐揚げコロコロコロっつって拾ってみたら、なんか黒い点々でね、ゴマでもついてんのかぐらい汚い感じでね。痛いやつとかだったら、ふざけんなっつって壁蹴っ飛ばしたりするんでしょうね。ああ、いるかもしれないですね。いっそそこまでしてね、アプローチされればよかったですね、うん、てめえがいけねえのにさ、すごい突っ込まれるから多分ね。何事もなんで店に当たってんのこいつ。何も悪くないですか、店側はね、うん、はい、まあ、そんなこともありまして、まあ、ちょっとやっぱりヘボいところはほら、晒していかないといけないなって。まあ1週間に1個はね、今ちょっと太鼓の達人見ちゃったら、すげえな、こういう才能翼くんないんだろうなってちょっと思ったら思い出しちゃったのあれね、でもできそう。ああ、いいですねはいはいで、何ですかこの回は。ね、スバニャムの回。いや、あの、今回スバニャムのなんかダメさ加減について語る新企画かな、これ。やってみます、新企画どんだけ伸びるのかって。本当にまあレトロですよ、うん、せっかくなんでっていうことで、うん、前回だからレトロ回でね、はい、冒頭入れちゃってもね、見る人少ねえのよ、これ。もう100アベレージですからね。そう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 。まあだってやらねえんだもん。タクト会はツバニャムネタ食いつく人いるのよ。だけどそこからまた減っちゃうからね。でもね、この前今の唐揚げネタに気づく人はあんまりいないんで。この前タクトのところで僕の冒頭話したじゃないですか、うん、で元気ねえっつって、うん、なってたんですけど、コメントのところに、うん、翼さんなんだか元気がないですよ、何かあったんでしょうか、ね、うん、冒頭見てねえじゃねえかと思ってでもピカキンさんなんかそのね、何本目かで、あ、元気が入ったっていうの分かってたから、やっぱさすがですよ、これはね。子さんのね、そう、力が出てた。あ、変わったって、何かここの間に何かあったらぐらいのね。ちょっとごめんなさい、面白かった、うん、コメントありがとうございます、はい、はい、まあ、甲子園を前回は、うん、見たというか、ファミコンのね、はい、うん、で、あと PC エンジンだとフォーメーションサッカーの話をしました。まあね、で、あの上がった画像を見て、あ、これこれこれと思って動画見てね、上からだったでしょ、ね、あれ、あんなもんなかなか見る機会ないですし。そうそうそう、ただ甲子園結構面白そうでしたけどね、うん、だから動きがね、すごくなんつーの、うん、スムーズなのよ、はい、なんかしなやかというかなっていうか、うんうんうん、ファミスタみたいになんか、なんつーのかな、ファミスタってなんかカチカチしてるとね、ちょっとね、重苦しいというか、すげえドットゲームって感じありましたけど、甲子園割とじゃんけんぽ
ポンとかもやってたりするから、ね、ちゃんと抽選なのかな、おなんつうのかな、その第一試合の発表みたいな、ね、そうそう、更新みたいのがあったりとかさ、先生とかしてましたね。そうそうそう、これ面白いでしょ。マジでシンプルにおもろそうだなと思いましたね、うん、あれは先行後攻決めたりするもんね、ちゃんと なんでジャッキーで、うん、あれあれ、まあ、僕はほらチーム名全部書いちゃってたけど、はい、よくよく考えると当時の有名校を若干あ、文字ってんだ。そう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 、あ、なるほどね、うん、だから PL 学園とかだったら LP 学園とかになってるわけですよテレコンしただけ、うん、はい、こんな感じだった記憶が確かありました、はい、でまあそのフォーメーションサッカーね、うん、の後にまたちょっと一回 PC エンジンの方で行くとね、はい、あるかな。 PC エンジンもういいでしょこれね。でもすぐに目につく、はい、マニアックプロレスってこれ僕はやってないんだけど、この次のねどんどこどん、どんどこどん知らないの？本当に知らない。これどんどこどんは僕はあの駄菓子屋の20円ゲームでやってましたよ。アーケードなんだ。なんかね木槌かなんか持って、もう本当にワン画面の面繰りゲーみたいな感じですよ。うんうん、うん、どんどこどんしゃ、どんどこどんと芸人ぐらいしか思い浮かばないかな、グッサンみたいなねいましたね、うん、もう知らんだろうなみんなな、はい、俺がシンドバット、地底の大魔球知らん、地底なんだ、ベイグス知らん、ダウンロード知らん、これがプロ野球90、んこんなの僕なんか食いつきそうでしょ、うん、全然知らんのかい、全然知らない。でゼビウスがねここでね新作ですよ。あ、新作ハードラウト伝説、うん、あったのも知らないあったのも知らない存在すらもうパツニック、麻雀学園マイルド、これ大変ですよ。翼くん画像上げていくのね、もう早送りしようかな。だからもう僕今あのテンションがな上がってないからちょっとボソボソ言ってるしね聞こえなかったらカットする。そのもうでもこれね、あっていうかここのスクショくれりゃいいんだ。まあいいやな、はいはい、まあこれ今見ましたけど、はい、まあ桃太郎伝説ターボなんて言ってるのね。ですよ、リメイクなんで伝説の方だからね、うん、あれの地上、うん、それの続編ってことはないでしょ多分。どうなんですかね。からワルキューレの伝説がここで今さらこっちでね、そっかそっか、移植されたりとか、でパワーリーグはもう3言ってるんですよ。だからこれは僕やってます。なるほどね、まあ、だから多分僕 PC エンジンパワーリーグあればこと足りたのかもしれない、うん、かもしんない、うん、その PC エンジンでやり込んだっていう。いやだから僕今ね逆にワクワクしてんのは、はい、僕が何のソフト持ってたのかを見る方がワクワクする早く完全に忘れてる。マジでわかんないですからね、パワーリーグいうぐらいしか出てる、うん、とファイヤープロレスが出てくると思う、ね、うん、はい、なんでファミコンの方に行きますよ、はい、PC エンジンマジでこれちょっとこの回やばいよ。あ、これあの本当にタクトと一緒で下調べとかも何もしてないから、はいはい、下手したら何もやってねえ回が出ちゃうかもしれないよこれ。ちょっと本当そのスクショ送っていてください、うん、まあ本当にね、はい、じゃあ今度ファミコンね、甲子園の後、うん、はい、これファミコン昔話うんうん、書いてます、ありますね、前編後編で、うん、はい、またこの後にまた芸能人使ってきます、うん、田代正史のプリンセスがいっぱい、これディスクですもう大体この時本当に芸能人を使うのはディスクなんですよ、うん、ね、この間もなんかそんな話しましたよね。あれですよ、ラサール石井のラサール石井のチャイルド、はい、もう中山美穂のときめきハイスクールの話はしたかな。しました。ああ、とかディスクの時はしますよ、はい、うん、これ実は今翼くんビーバップとか、うん、中山美穂さん京子だったりする、はい、この後立花梨沙さんのディスクも出ますからねこれなんかここの順番で来てるのかなと思うぐらいの、ね、まあいいじゃないですか、ね、はい、じゃあ続けてみよう。ドラゴンボール3か、うん、孫悟空っていうサブタイトルなんだけどね、もう全部そうやろ、うん、全然わかんない、うん、デガスコネクション、カジノから愛を込めて、うん、スクエアのトムソーヤ、他のトムソーヤ知らんし、これチャーリーシーンの何々みたいな昔の映画のタイトルみたいな、ね、なんちゃらかんちゃらのって、うん、はい、コンフリクト、おそ松くん、バックトゥーザミーの出っ歯の巻、いやもうなんかあのミヤネなんだっけあの人、デッパイヤミ、シェーかイヤミか、うん、出てきそうだな。アバドックス、地獄のインナーウォーズ、わからんねもう、はい、この次スイートホーム、知らんて、これは映画です、あの伊丹十三さんの映画ほだったと思う、うん、で、マルサの女とかもゲームになってますよ、うん、なりました。で、これね、本当に日本の映画なんだけど、この時ね、本当ちょっとなんつうのかな、ホラータッチというか、うん、意外と CM とか話題あったんですよ、スイートホームって。ホラーなんですか？ホラー映画、一応ね、うん、で、僕はあの映画館じゃなくてレンタルで見たんだけど、うん、うん、確かまあまあ面白かった記憶が、それのゲームですね。まあまあできんのかな、うん、で、この次にファミスタ90、あー90までいって、もう90までいって僕多分ね、ほとんど買ってないです。はいはいはい、もうなんつうパワーリーグもいってるからね。そうですね、うん、はい、これがダブルドラゴン2、ダブルドラゴンといえばあの肘鉄でクリアできる、はい、あのダブルドラゴンの2が出ました。元肘鉄か、これ多分肘鉄じゃなくなったのかな、さすがに、さすがに僕はもうねやってないですけど、うん、あとね悪魔城伝説なんだ、ね、ドラキュラじゃないのか、うん、はそれからね、これね TM ネットワークライブインパワーボール、これとうとうそういうとこまで行っちゃってるね。なるほどね、パワーボール、まあ、この時期だったんでしょうね、うん、でバットマン、ああ、はい、一応ちょっと止まるのありました、はいはい、何ですか。僕
コントラっていうソフト、ゲームがあるよと言いましたね、聞きました、うん、で、コントラっていうのは銃を持ってるんだけど、うん、こういう感じで行きますよ、はいはい、ね、うん、あの時に僕なんて言ったかわかります？僕がやったのはスーパーコントラなんですけどね、あーなんかふんわりと、そのスーパーコントラ来ました、これはじゃあちゃんと喋れるわけだ、うん、だけど僕ね、スーファミで買ってある記憶がなくもないのね、まあ、僕の記憶じゃちょっと分かんないんだけど、スーパーコントラ、はいはいはい、ここで初めて僕はスーパーコントラというコントラというゲームを、こういうゲームをモロにやっていると、はいはいはい、はい、それから進むの、いや今すげえ止まるか、信長の野望戦国群雄伝、ほう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 、まあ続編ですよね、まあこういうゲームは僕はやらないと、はいはい、光栄から出てます、はいはい、じゃあ次にしようかな、はい、ドラゴンクエスト4導かれし者たち、もう来た、ここです、はぁ、ね、この前3言ったばっかじゃないですか、うん、これね日付覚えてます、2月11日、そう、はい、でねこれね多分ね3回ぐらい延期してますよ、日にちを、それでやっと出た、はいはいはい、はい、で僕は2と3はどうやって入手したって言いました、ね、デパートで、うん、こうこっそり予約表を下に入れてもらう、うん、ということ、裏技を使いました、はい、不正を、もうさ3の時にうちの母ちゃんにもう勘弁してって言って、友達の分では、まあ、今回は別にね、うん、友達とかは別に話も何もないんだけど、はいはい、まあ今回は別になんていうのかな、そんな慌てて買わなくてもいいかなぐらいの気持ちだったんですよ、はいはいはい、ほんでこの回で、ね、多分一番なんつうかな、その再販ってやったんじゃないかなと、なんせ確かこれね発売日ね、まずガッと売り切れますよね、はいはいはい、そこから1ヶ月単位で常に販売してたんですよ、あすげえ、何本かとかわかんないけど、まあね、常に、はい、例えばじゃあまあ10日は必ず発売します、ね、うんうんうん、はいはい、それが4なんですね、へえ、だからまあ意外とそんななんつうのかな、ずーっと待たなくてもなんとかなったような、うんうん、まあ1ヶ月以内には買えるだろうし、そう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 、はいはいはい、だからまあ今月買えなかったじゃあ来月チャレンジしようみたいな、多分そんな感じでお店ごとによってどういう売り方したかわかんないけども、まあね、うん、これ僕はどうやって手に入れたんでしょう、まあでもこんだけ振ってるってことはさすがにこの不正ではないと思うんですよ、うん、ってなると、うん、もうさっさお得意って言ったら、うん、もう回り回っての可能性が久々に出てくるんじゃない、ああこれはね、はい、ドラクエに関しては僕はちゃんと自分でゲットしてる、ね、ああじゃあなんだろう、ドラクエと FF に関してはね、そうなんだ、うん、基本的には自分で、はいはい、これどうやったか、いやちょっと今のとこ想像つかんすよ、交換です、交換か、交換、はい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 、まあこの当時というか、まあ本当にこの人気ゲームが出てから抱き合わせ販売あったでしょ、そういうんじゃないけども、まあよくね、まあ、ファミマガとかファミ通とか、うん、まあ、そういう本のなああいう系の雑誌の中にゲームボーイっていう雑誌があったんですね、はいはい、多分ねチラッと1回ぐらいは言ったことある、あのゲームボーイじゃないじゃないんだ、まあ、ただのゲーム少年ですよ簡単に言えばっていう雑誌があったんです、はい、これは本当にね、なんつうのかな、ほとんどファミコンの情報というよりも中古情報ばっか載ってるような雑誌なんですね、ほう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 、だからもうカラーページは一応ゲームの紹介してんだけど、カラーじゃないページはほとんど中古屋さんの買取表とかがいっぱい載ってるんですよ、へえ、そこで僕が見つけたのが交換、ドラクエ4交換、そういう交換、僕はだからこの2月11日に手に入れてるんです、もう前もって交換の情報が出てた、はあ、これ僕が見つけて、でね30本ぐらいかな、ファミコンソフト、なるほどね、ちゃんとその交換のポイントリストみたいなのがあるんですよ、例えばじゃあ桃太郎伝説桃鉄は何ポイント、はいはい、これで合計何ポイントでドラクエ4と交換しますよ、はいはいはい、はい、で箱切ないとマイナス2とかさ、そういうやり方なんですよ、レートがね、はい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 、これで30本ぐらい、はい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 、確か送って送られてきた、はあ、でちゃんと紙に書いてあらかじめ、うん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 、で先にそれだけ送って OK ですみたいなのが来るんですよ、確かに、はいはいはい、まあ、査定みたいな、うん、そして発送して、そしたらちゃんとドラクエ4が、これ今だったら詐欺とかもありそうな感じで、ね、まあ、もしかしたらね送られてこないとかあるかもしれない、僕ちょっと一つだけ気になるけどいいですか、うん、まあ、さっき僕もちょっと言いましたけど、うん、回り回ってるソフトいっぱいあるじゃないですか、はいはい、送ってないですよね、送ってます、ね、おいほとんど回り回ったソフト中村くんのソフトです中村くん、これね面白いことにね、ないよ、自分のソフトは出したくない、最悪だな、衝動に駆られるのね、マジで最低だな、で基本はもうなんか回り回ってきた中村くんのソフトをまあ吟味していきますよ、で大体箱せずねえからまあね、そりゃそうだ、そうそう、抜き出してか持ってくるから、はい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 、借りてくるというか持ってくるからでもほぼほぼマイナス2ポイントの状態だけど、まあやっぱり足りない分とか
あとたまにもうこれ絶対やんねえけどなんかポイント高えなとかそういうのあるんですよ。そういうのマニアックだから、ね、そういうのはまあ入れて。なるほどね。だからもう30のうち5ぐらいは自分のソフト入れたかな。5ぐらいは6分の1やん、うん、なんなら僕後々も、はい、あれですよ、もうなんか本当にいらねえなっつんで100本ぐらいあの売ってますよ。あ、売ってんだ。どっかで中村のソフト裏に中村って書いてない。大丈夫。本当にその時はやっぱ自分のは避ける。何なんですかねこれね。なんかあの時本当別にお金が欲しいっていうのもなかったけど、でもお金になんならいいやってこの10代の発想つかね。まあね、別に使わないからって、うん、損じゃないからね。損じゃないというか、でももうやんないしなっていう。で当時やっぱなんかね、なんつうのかな、売る子と売らない子に分かれてたのね。あー、はいはいはい、中にはもう最速クリアしてすぐ売っちゃうやつがいたんですよ。もうやらねえわっつって、もうなんならもう定価同様で1週間以内とかに、二神くんみたいなあんなマスターになってくるともう1週間ぐらいでクリアしちゃう。あれすぐ売っちゃうやつもこういうのいたんですよ。そうすると例えばじゃあ6000円が定価だったら、意外と1週間以内だったら5000円ぐらいで買い取ってくれた。ああ、じゃあもうほぼほぼ1000円でクリアしちゃう。そうこんなのもいましたよ中には。まあ確かにありですよねそういうのもね、うん、だからそうやってねとりあえず30本とドラクエ4を交換したんですよ。ドラクエ4の話を手に入る話を。まあね、そうだね、今のところまあまあ仲間の、ね、そして導かれし者たちでしょ、はい、これロトのとこですね。あ、ソロのとこですね。そう、まあ、緑のね、僕これやってる時ソロだって知らない。そうですよね、緑の耳の、ね、緑の耳のある勇者です。男だか女だかみたいな。はいはいはい。だからもうドラクエ4なんてさ、今本当にタクトで、これ見てるのって大体タクト民が多いじゃん。まあ基本的にはね、なんか別に話す必要ないの。話す必要ないんだよ、ドラクエ4だよと。いやいやいや、そのなんていうんですか、だからこそじゃないですか。だから今このどうやって手に入れたかの方をね中心に今話してみたわけです。いや、そうだけどさ、でもすごいでしょこれね、30対1で交換。いや、まあだからその交換っていう制度は ね、うん、面白いなと思いましたけど、ツバニャムのトレードだったらどうなるんだろうね。僕どうなんだろうね、うん、まあ多分1人選手を取るのにツバニャム10人ぐらい必要あのレート的には、あ、うん、これでもその交換って僕今スタッフさんが言った時に、うん、友達同士の交換かと思ったんですよ。じゃないですよ。あ、違う、うん、僕なんか昔64のソフトが入ってた頃に、うん、64のソフトと僕のゲームボーイアドバンスと交換したんですよ、うん、で僕交換したもんだからもう自分のもんじゃないですか、うん、はいはい、でもまあ親からしたら、うん、なんだそれっつって、うんうん、俺が知らないソフトやってると、うんうん、まあ見りゃ分かるじゃないですか、うんうん、でそれ何っつったら、うんうん、俺のっつって言って、うん、もうめちゃめちゃ怒られたことがある。あのね、この当時の親って貸し借りにうるせえんですよ。なんで？なんかわかんないけど、あの借りたものは絶対に返せじゃないけどね。なんかそういうのが、それでいて意外と逆側は何も言わんですよね。うん。だからもうなんかやっぱり人様のものじゃないけども、若干その昭和体質というか、そういうところは多分あったんじゃないかな。まあ、これだから僕の時代でもあるんだから。まあ、どこの時代でもあるっていうことかもしんないけど。まあでも僕はほら中村くんを利用してます。いやだからもうもっとやべえの。関係ですよ、僕はそんなルールは存在しなかった。いやいや、ルールしかねえ、地方国家だからさ、ここ日本で大犯罪やってるよ多分、うん、分からんけどさ。まあでもほら時効の駅でやってるから、まあ今はね、はい、なんせほらもうこのドラクエ4が出てる時ってこれ何年なのかな。90年じゃないですか。89年。まだ89か、うん、はいはいはい。だってっつって一言だけどさ、うん、はいはいはい。でもさっきだってプロスピでね、89年ね、90年ですよね。年変わっての2月だ。うん、2月何歳になってんだろう。言うんですか。ああ勝手に納得して。なるほどね、そのまま進むんだ。これは時効だわあ、そうですか。あ、時効ちゃんと計算した上でね。まあ、なんせ小の人間だから、小の時にいた人間だから、ね、まあね、まあね、それは確かにそうですけど、うん、そうで中はほぼ来てないのよ。聞いたそれ聞いてない。それはもう僕のものです。返しようがない。まあ向こうから返済のあれもない、返済というか返却のあれもないからね、うん、っていうことなのかな。そうですよ、はいはいはい。で意外となんかわかんないけど、僕はほら回り回ってくるっていうのは、例えば二神くんとかもそうやってほら、うんうんうん、借りたりするわけ、うん、で最終ここに置いていくんですよ大体な。あー溜まっていくんだ。なんかわかんないけどね、うん、あ、だからそれ同士をほら交換したりとかしてるじゃない。ああ、またね、中村物を。そう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 、うん、そんなもう本当にどこの国の話だよ。30を気づいたらあれ俺って、もう大体ねタイトル見ると分かるんですよ、自分のじゃないって。なんか覚え分かるのねそれはね。そうなんだね、うん、ゲーム屋に行って買うって結構新鮮な覚えになるのかな。あ、そうそうそう、一つ一つだから僕が言うでしょ、これどこで買いました、パチンコ屋だったとか覚えてんですよやっぱ。そういうのそれがなかったら中村君、これ中村君、これ中村君。まあね、だってあとほら二神君の貸し借りはちゃんと返すからね。
ちゃんと返すよ。そこをせめてこう回り回っときゃまだ何も思わんのよ、うん、中村くんもオールフリーだから。そんなことないの、全員の全同級生のオールフリーだから。まあね、まあ、まあそういう時代もあったっていうことにしておきましょう、うん、はい、まあ、だからそれでね僕は4をやりましたよ、はいはい、で4でなんか変更点あったっけな。もう空にも行ってるしさ、まあ、だって天空のシリーズラーニアがね、うん、ラーニアが4ですか、うん、3だったかな。なんかもう僕はほんと知らないんですけど、うん、4の主人公がかわいそうだってことだけ知ってます。うーん、話も覚えてないよね。なんでだって今さタクトでさ、はい、まあ、あのナンバリング出てるんだけど、はいはいはい、だって牛じゃん基本的に。まあね、だからもう中心で話してこないじゃん、はい、もうすでになんか違うことが起きてる設定になっちゃってるでしょ。だから思い出せないんだよね。確かにね、その話を進めないからね、本当に元祖をやらないのよ。あウォークは意外とかするのそこら辺は、はい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 、オリジナリティは出してこないのよ、はい、だけどタクトってなんかわけわかんない展開になってるでしょ。まあなんかそのタクトオリジナルはすごいですね、うん、まあ、すごい。ほんで牛じゃんなんだかわかんない、ね、それは最悪やで。うん、まあだから本当にあれですよ、何でしたっけ、あのウォークで、あ、ついこの間ほらあのライアンじゃねえや、はあれが生きてる体だったでしょ。あ、パパス、パパス、はいはいはい、だいたいあの顔はみんなライアンと間違えちゃうまあおっさん系はね基本的に、うん、そう、そんなのもそうだけどさ、うん、まあでもそれはなんかね、あれでも牛と思ったしね。大変なことだよね、うん、大感動の話のはずなんだよ、ね、そう、だからこれが実質ファミコンラストのドラクエです。あ、次からもう、そう、スーファミ。はぁ、なるほどね、うん、だけど、まあここは多分まあまあやり込んだよ、やっぱり。ああ、そうなんだ、うん、なんせ30かけて取り替えてるもんねまあそうだけど、うん、でもほとんど覚えてないってことです、そのストーリーに関しては覚えてない、ね、ああ、そんなもんなんすね。うん、何にしてもあの小さなメダルとかはもう出てきてるはずだから、うん、まあ、そういうの集めたい、まあやってることはね、僕は本当に同じですよ。はいはいはい、はい、結局はもう本当最終完走として、全アイテム回収してっていうのはもうこの辺りからやってますよ、ね、ラスボス前に始めた。あ、そう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 、ほんで忘れちゃうって話を忘れちゃうっていうね。へえ、で、まあこの時はもうほらバッテリーバックアップでしょ。あ、そうなの。うん、そうそう、3からじゃないですか、バッテリーバックアップ。知らん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 、うん、1、2は呪文入力してます。3からバッテリーバックアップですよ。あ、そう、リセットをしながら電源オフですよ。それもしないけど、これでバッテリーバックアップ。ちょっと待って、それ3の時の俺聞いてないけど、多分ね確か、はいはいはい、ただこれかここからか分かんないけど、まあ、ちょっと調べていきましょうか。うん、はいはい、3の時にもうなんかそんな話して、まだここは呪文でしたよみたいなツッコミもあったよね。ああ、そうか、セーブがどうのこうのみたいな。そう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 、ね、そうだ、なんか、うん、それはリンクの冒険だ、それはあのゼルダかなんかだよね確か。あ、そっか、うん、まあ、セーブができるできないみたいな話はね、もう分からない、うん、いっぱいあって、とかキャプテン翼も呪文だったとかね、あの文字パスワードだったとかね、復活の呪文って作るのはドラクエだけだからね、うん、でも何でもああいうの呪文しちゃうんだよね意外とみんな感動もうああなっちゃった呪文ですね。そうそうそう、だからこの方は本当に、うん、なんだろうね、勇者、うん、うん、もうだからシステム的に3でほぼ完成されちゃったってことですね。そうそう、だから3と4ってね、まあまあそんなにものすごい変更点って多分ないはずなんですよ、ね、はい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 、もう5からはなんかちょっとやっぱ容量も変わってくるからさ、はいはいはい、やれることとかが一気にね増えてきたりもするんだけど、うん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 、ただ僕はだからもう4って言うとね、のお話っつったらやっぱその交換した話しか出てこないからまあそれも思い出ですね。はっきり覚えてますよこれ、本当に交換したっていうねまあまあそれは確かに面白い話にもないですからね、うん、うん、まあそういうことです、はい、ドラクエ4の話です。 4がここで発売されたよっていう、はい、今回これで、うん、どうも、私だ。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。